チョヌマッチョマッチョマッチョヌマッチョヌマッチョマッチョマッチョヌマッチョヌマッチョマッチョズーンドハローエブリワンレッツエンジョイジアバカスどうもちびゴリくんです。今回はお年玉を多くもらう方法のお話をしていきたいと思います。イエーイ。友達のみんなちびゴリくんもそうなんだけど、一番の稼ぎ時だよね。お年玉です。ついに来ました。お友達もそうだと思うんだけど、このお年玉、1年間の大事な収入源だよね。そのお年玉、大切なお金なんで、1円でも多くもらって、一生懸命貯金しておきたいよね。そこで、今回、ちびゴリくんがやってる、お年玉を少しでも多くもらう方法を、友達のみんなに教えたいと思います。方法は、例えばちびゴリくんであればそろばん一応言います。みんなにこのお年玉、ちょうど正月とかにいろんな人に会うと思うんだ。おじいちゃんおばあちゃん、親戚のおじいちゃんおばあちゃん、そんな人たちの前、当然お父さんやお母さん、そんな人たちの前でちびゴリくんは目標を発表します。ちびゴリくんはソロ版をやってるので、段位を何段まで取る、暗算を何段まで取る、あとは大会に出てどれだけの順位に入る、こんな大会に出てみたいというような目標をいろんな人にお話しします。そうすると不思議なことにお年玉結構額が増えるんだよね。一度みんなも試してほしいと思います。ここでポイントなんだけども、結構高い目標を言うと額も増えると思います。例えば今5級を練習してる子であれば、3級を目標にするというよりは1級まで頑張るよと言ってみたり、もうすでに3級ぐらい持ってる子は1級を目標にするというんじゃなくて段まで頑張るよと言ってみたり、例えば大会、こんなソロ版や暗算の大会に出てみたいんだという目標を話してみると、結構額が増えるかもわかりません。一度友達のみんな試してみてください。それではまたね。 See you again!